はい、どうもこんにちは、銀です。それでは今回も戦国バサラ4、松永久秀で実況プレイしていきたいと思います。前回言ったんですけど、第4戦目はここ、お尋ね者がある地下道のとこ行きたいと思います。では進軍、早速行きましょう。あ、そうだ、忘れてた。ちょっと動画外で武器をめっちゃ強化したんですよ。攻撃力2400の回をつけて、まあ限界突破みたいな感じでやったんで、まあ、だいぶ強い武器になりました。で、松永久秀、これ終わった後使うか分かんねえな。武器強化しすぎたな。で、まあやっていきましょう。さあ、この状態で始まるというね、この炎が出た状態。この穴道はな、南は入り表から全てが強化されているんですね。北は蝦夷まで寛霊さんが語り出した。こりゃ長くなるぞ。さて、お尋ね者はどこかな。隅々まで探さないとな、ちゃんと。うわっ、うん、パンでいるな。よいしょ。さて、さんの月のなさが回り、さて、勘弁。野望を抱いて何が悪い。勘弁な、このステージ。風をつけられ穴ぐら暮らし。小生だって群雄割拠の端くれだぞ。おい、お前さん、どこから入った。くそ、出て行け。ここは小生たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。官兵衛さんの鉄球は、どこ行った、天と地と明日を貫く鉄球なんだよ。と、不足を恐れることなどないよ。受け継ぐぞ。逃げるか。もう構ってくれるな。小生は自由だ。逃げた。しまった、あれが置きっぱなしだ。よし、やった。よいしょ。知らないな。やっと、やっと。こんなもんか。ここら辺は他はもう何もないな。よし、よいしょ。ある、ないですか。これに乗って進めと。黒田官兵衛を狙い撃て。まずはここら辺を倒して。お前さんたちの恨みしっかり晴らしてやるからな。どこだ、どこだ。よし、よし、定期化。二つのは倒したから。夏も冬もまあまあ過ごしやすい。穴蔵暮らしも悪かねえぜ。探す必要はそんななくなったのか。よし、いいかな。お、なんか聞いてる。よし、こんなもんかな。じゃあ、あ、危ねえ。じゃあ行きますか。おい、そいつは小生専用。あ、あ、うわあ、どうしたか。倒して、これは愉快だな。これだけに術を持ちながら地裏に甘んじる系がね。ここらで休憩、休憩。お前さんたち、ちょっくら見張っていてくれ。よし、カッペさん、敵さん、仕掛けてきたぞ。何、巣を乗りこなしているだと。小生はな、そいつを乗りこなしたことがないんだ。正直、怖くな。
早いし危ないし。あら、どういうんだ。来たー、なんか来たー。おっと、大岩が転がり出した。こいつも工事にゃつきもんで。あー、ダメだ。これ壊せるのかな。邪魔見ろ、ヤッコさん、あの大岩に潰されやがった。こっちは何もない。降りて先にあっち陣地取るか。必殺技で。はい、どうもこんにちは。ハス口聞いても怒らねえ、はい、あの人は気さくでねえ。いやようねえ。よし、侍大将。いつまでも閉じ込めていられると思うなよ。これくらい打ちのめされた方が小生らしい。どうした。妖精の天下、いまいち想像がおるばんだ。金銀財宝詰まれたって安兵衛さんは譲らねえよ。いやいようで。よし、よいしょ。爆発じゃん。バカハブドン。お前さんたちは小生に苦労かけるんじゃないよ。もうしゃあねえな。こんなもんか。撤退を進めよう。私の手間が省けて助かる。よいしょ。こっちで取り逃すのが助かったはず。うん、あるね。よいしょ。壊して壊して出てこんな穴も。あれか、何もなしか。さあ、じゃあ陣地取ったし次行きますか。はここでは取れるものはこれも。さて上乗ってこっち何もないか。よし、じゃあ行くか。行きましょう。穴蔵はいいぞ。暗くてジメジメしててな。じゃあ狙い蔵兵には死を送り、涙をもらう。さあ、ジェットコースター状態になるぞ。さあ、行くぜ。まだ回る回る小生回る。アルフィンさん、今こっちを狙ってる場合じゃないって。よし、このぐらいがいいか。撃沈。お、上まで行けた。やったー、ヤッコさん伸びてやがるぜ。今だ、かかれ。こっちは風魔に任せておきたいところだが、仕方ないな。1か8か16か試し
仲間呼ぶんじゃねえよ。お前ら絶対敵を撃ってやる。勘弁さんがに、ね、あんたらもう月を使い切ったな。こっち側ね、こっちも。さて、よし、こっちへ。じゃあ、ね、なぜ見えにくいな。これ壊せない。さて、あとこれか。こっちへ。こんなもんか。あれ、さて、どうした？お前さんたち、誰もいないのか？あ、勘弁、ここで最終決戦かな。この穴蔵はな、小生の命と同じくらい大事なんだよ。誰か、こりゃちょうどいい。お前さんとも一度知恵比べをしてみたかったんだ。これは驚いた。ケイは恐れを知らないな。いや、あっけに取られるなど、ひどく貴重な体験だ。ケイとでは、さえずり合いにすらならなかったな。やっぱりついてなかったか。どうどう断じゅう。死の王と死の音、いささか飽きたな。耳にしたいものだ、私を変えるほどの音色を。さあ、地下道にて勝利ですね。さあ、上まで行ったぞ。おお、久しいな、友よ。あの男の様子はどうだ？夜と晴れるまでに至ったか？今しばらくといったところだな。じらしてすまないが。やむを得ないか。時に久秀よ、こたびの狙いは一体何だ？K の糸間つぶしでは不足かね。ああ、他にもあるのだろう。仮にも将軍たる世に挑んでまで縁とする何かが。そうだな、言うなれば壇上家だ。赤子の口より紡がれし、ウイかつ末子の切なき調べ。歌か、歌人だな、友よ。さあ、せっかくだし合戦状況を見ていきますか。妙な歌声が聞こえます。あ、俺の嫌いなやつだ。ザビー教の愛の集いへようこそ。Let's enjoy! Zappi! 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 近頃は獣どもも騒がしいですな。これも乱世がゆえですかな。最上軍、小早川軍が最上軍撃破ですね。はい、ということで今回の動画はここまでとさせていただきます。よかったら次回の動画も見てください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。